ちは絶望の希望なんだよ、みんなの希望なのに。記憶がない。そうなんだよ、記憶喪失ってことか。お前か。うん、仕方ないでしょ、どんな時だってお腹は空くでしょうが。ナミちゃんの話によると。ナミちゃんってほら、聖司のいとこでさ、俺らより2つか3つ年上の。おお、知ってる、あの美人の。はい。で、そのナミちゃんが何だって。頭を強く打ったことによる記憶喪失だって。これは何かをきっかけにパッと記憶が蘇ることがあるんだと。例えば懐かしい場所とか、小さい頃に聞いた音楽とか、匂いとか。なるほどな。でもおばさんとナミちゃんで心当たりあるところはいろいろ連れ出してみたんだけどダメだったって。そうか。味は？味？その味覚だよ、強烈に残ってるもんなんだよ。味か。聖女の中に残ってるだろう、味って。原沢商店のもんじゃ焼き、それだ。聖女が退院する日にみんなで来ようぜ。俺とあれたら聖女連れてくっから、お前らここでもんじゃの準備頼む。了解。おい、聖司。あれ。俺たちは聖司が退院するまでそれぞれ病院に通ったけど、俺たちが集まるとそりゃ事件しか起きない。なんだよ、来てたのかよ。